皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日も嘘つき姫と桃小路やっていきたいと思います。前回から、このね新しいステージに来てるんですけども、結構ね森の奥ってイメージよね。光もあんまり届いてなさそうな感じですし、なんでね個人的にはもうそろそろ魔女には会えるんじゃないかなと思うんですが、まあとりあえずね今は目の前の課題をどんどんこなしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。っていうかなんかいますね、この化け物からは敵意を感じません。近づいても大丈夫かな。ほう、近づいても大丈夫、特に狼では反応しなくて攻撃も当たらん感じかな。なるほど、こうやって投げ飛ばしてくれるわけね。でこのステージはじゃあこのモンスターを使ってどんどん上に行く。まあ今までもね足場あったからさ、まあそれの代わりみたいな感じかな。ちょっと上に行くのが難しくなったって感じか。でちょっとさっきクリアリング行ってきまーす。ここ、こういうところを登るのに、この化け物の力がいると。よいしょ、セーフセーフ。いますね。この上はいけない。確実にこういう敵は倒しておきたい。よいしょ、ほっ。こっち側は行けなくなってんのかな。人でしか行けない感じと。上にスイッチがありますね。スイッチを押すと上下する感じかな。スイッチを押すと上に上がると。離れたら降りていくって感じか。でこっちにキノコ、向こう側はなんかあるかな。これはよいしょ、ゴールですね。はい、じゃあ王子を連れて行きましょう。まずは、段差のとこまで連れて行けばいいんかな。段差っていうか、なんていうかな、ボタンのところかな。あそこが多分2人で協力せな、行かれへん感じやったよね。これちょっとタイミング難しいな。こっち向きでやったらあかんわね。今。届く？あ、いいね。いじめないで。結構手前でやれたけど、こっち向いてる時にやってもあかんもんね。今、頼む。OK。おじさんを、OK。早く、起きて。ああ。よいしょ。で、この上にも確か一匹ね。一瞬飛ぶんやった。ほっ。ちょっとここで待っとってもらって、もう一匹がこの辺にね。OK。間に合い、オッケー。で、これはあれかな、上から声をかける感じで行ったらいいんかな。王子さんはこっちのルート通られへんもんね。だからここで待っとってもらって、で狼は先回りしてスイッチを踏むと。オッケー。で、踏んでる間に、こっちに行ってもらうと。いいですね。遠くから声かけて動いてくれるようになったらありがたいね。これは？あ、この状態で行ってもらうと。いいですね。これは手つなげるかな？いけますね。はい、じゃあクリア。続き行きましょう。ここもちょっとギリギリを狙う。どこまで来るの？
そうなん、これ追いかけてくんの、知らなんだ。できるだけギリギリで投げ飛ばしてもらうといいですね。あ、ちょっと待って待って待って、いたね、そういえばあんなやつが。今 OK、 いいですね。じゃあステージクリア。はい、続いていきましょう。ここもさっきの化け物を使う感じなのかな。ちょっと先見に行きましょうか。ほっ、左下にスイッチ。こっちはちょっと暗いね。あ、敵いっぱいおる。おお、ここに、なるほど、木の丸太があると。了解了解。これを運んでいく感じかな。じゃあ王子様のとこ戻りましょう。はい、じゃあ王子様にこれを持ってもらって、姫様の状態で持ってくれたら一番楽やねんけどな。で、もうちょっとかな。はいはい。ここは、これ以上進めないから、この坂で転がってくれたりするのかな？あ、転がってくれますね。はい、OK。じゃあ先進みましょう。さっきクリアリング行くか。よいしょ。敵はいますかね？ほう、なんだこれは。上に行く道があると。これ上行けそうですね。ほう、一番上にスイッチ。あー、スイッチ押したらあの足場が降りてくる感じかな。なるほど、ここは人では越えれなさそうやもんね。で、こっちは、ああ、なるほど、ね。多分、とりあえずここで一つのギミックなんでしょう。じゃあちょっと王子連れてきまーす。はい、連れてきました。ここはどうやって行くかな？普通の狼のジャンプでも登れなさそう。この木を使う感じか。木がどんどん出てきてんもんね。なんか、これ、これを、いいね。はい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 。これでパスしていってくれてる感じかな。あ、いいですね。なるほどなるほど。この木をどんどんパスして、木だけでスイッチを押すと。ナイスですね。じゃあ先進みましょう。ここは、いいタイミングで行きたいね。ちょっと近い近い近い。この辺かな？この辺でいい？ OK。いいですね。よいしょ。ほっ。ほっ。ほっ。ここは？上行ったらいいんかな？はい、ゴール。いいですね。暗い洞窟を慎重に、ゆっくり進んでいると、穴ぼこだらけの不思議な場所にたどり着きました。穴は岩場の至るところにあり、暗闇の中でぽっかりと口を開けています。真っ暗で不気味な穴から何か危険なものが飛び出してくるかもしれない。姫は王子を守るように穴の前に立ち、
穴の中をじーっと見つめました。すると、わっ、穴という穴から黒くて小さな生き物がわらわらと這い出てくるではありませんか。気がつけば姫と王子は無数の黒い生き物にすっかり取り囲まれてしまいました。ただならぬ姫の様子に王子は姫の手を強く握り、体をこわばらせました。王子、動かないでね。姫は王子に声をかけながら、突然現れた黒い生き物たちの動きを警戒します。でも彼らは花のようなところをピクピクと震わせるだけ。何もしてこない、害はないのかな。姫が警戒を緩めようとしたその一瞬、王子のそばにいた黒い生き物一匹がぐわっと口を大きく広げます。食べちゃダメ。寸出のところで気づいた姫は黒い生き物に向かって飛びかかり、その生き物を突き飛ばしました。勢いよく飛んでいった黒い生き物は岩の壁で頭を打ちつけて涙を浮かべます。頭にタンコブができてしまった黒い生き物はピスピスと鼻を鳴らして悲しそうにつぶやきました。鼻、いい匂い、おいしそう。どうやらこの生き物は王子ではなく、王子の持つ花を食べようとしたみたいでした。王子は声を頼りに黒い生き物の方へ近づこうとします。あ、王子、危ないから私が話を聞くよ。黒い生き物が化け物だと隠したい姫は、黒い生き物の中の一匹と小声で話を始めます。自分たちはモグラだと主張するこの生き物は、目はあまり見えない代わりに鼻が利き、いい匂いのする花が大好物だといいます。洞窟に花は咲きませんが、時々風に乗って外から花びらが舞い込むようです。それがモグラたちにとって最高のごちそうなのですが、めったにないことなのでいつも激しい奪い合いになります。それによって死ぬモグラが出ることも珍しくないとか。姫は彼らの正体がモグラだということは隠して王子にその話を伝えました。そうなんだ、分けてあげたいけど、これは大事なもらい物だからあげられないんだ、ごめんね。王子の言葉にモグラたちはピーと鼻を鳴らしました。その悲しそうな音を聞いた王子は姫に提案します。この人たちのためにお花を摘んできてあげられないかな。姫も王子にあげたプレゼントをモグラたちに食べられたくありません。うん、わかったわ、花を探しに行きましょう。二人の言葉にモグラたちは大喜び。風に乗って舞い込む花びらを道しるべに、二人は花畑を探しに出かけます。はい、ということでね、道中出くわしたモグラ、どう見ても私にはねひよこにしか見えへんかったんけどね。まあ彼らの大好物が花と、で、その花びらがねたまに風で舞い込んでくる方向に花畑を探しに行くことになりました。じゃあちょっと見に行きましょうか。普通の花畑なんかな、なんか特殊な化け物とかがいる。おお、花畑やったらちょっと怖いんやけどね。ほっほっ、結構上の方ですね。
まずは見えてる敵を倒しましょう。ちょっと暗いな。ランタンがあると、火があるけどごめん、ランタンがないんやね。こっちにも火があると。火はあるけど火をくべるねものがないのはちょっと辛いっていうか、絶対必要になってくるもんね。なんかこの暗いところに落ちてるとかない？よいしょ。これもタイミングを見たいね。こっちコントってよ。この辺かな？よいしょ。あ、完璧。はい。じゃあちょっとさっき見に行こうか。おお、やっぱいるね。あ、ここにあるね。ここの火は一応持っていっといた方がいいんかな。さっきのとことかちょっと足元見づらかったもんね。ほっ。じゃあまずは、あら、どうしよう。なんか微妙なとこにあるね。じゃあまずはもうちょっとこっちか。この辺から行ってもらっといて、で、持ってもらって、で、こっちに来てもらう。光の中に一緒に入られへんっていう感じね。ほっ。あ、さっき行かないで。よいしょ。で、まず火をくべて、よいしょ。結構こっから時間との勝負やね。で、先に、あ、間違えた、間違えた、間違えた。待って。持って、先行ってもらって、で、これで一緒に行く感じ。足元がね、これで、あ、やっぱね、見えたらいいね。OK。じゃあ、これを持ったまま、これをね、多分次のスイッチに置いといたら、二人で、先に、進めると。いいですね。あ、でも、ここの火はどうやって灯すんやろ。じゃあちょっと探検しに行こうか。ここにスイッチが2つあります。あ、ランタン投げてる。あ、なるほどね。ここでバウンドさせて、あーあ、ああ、いける、いった。もう完全にたまたまやけどやったぜ。ってことで、ね、ランタンが到着したから、これを持ってもらって、こっちに火をつけると。持っていくか。あー、とてか。この状態で上に行って、あー、敵いるね。ついてやし、もうちょっと先見よっか。ここも明かりが消えてる。ここの明かり灯したいね。今消しちゃったけど、なんか下のあの明かりを持っていったらいいかな。こっちには何もない。うん、何もないね。じゃあ、よいしょ。一緒にこの火を持っていって、多分時間ギリギリに設定されてんやろな。で、ジャンプ、ジャンプで火を灯す。どうなる？どうもならへん。よせん。どうもならへんってことないでしょ。あ、やっぱそや。ここ上まで行くようになってる。多分。ないもん、足場。来たで。真っ暗で何も見えへん。
マジか。あ、見えてきた。あー、見えてきたものの、あそこなんやろ。ここは何なんでしょうかね。足場が見えへん。王子にランタン持ってきてもらおうか。なんかありそうやね。火くべて、で、一緒に上に行くと。火持つかな。道中も全然真っ暗やったもんね。あ、これ火意味ないわ。二人で行くと何かが解放されると。君と満月を。なるほどね。よいしょ。よいしょ。ようやくたどり着いた花畑を前に、姫は思わず息を呑みました。見たこともないような色鮮やかな花が一面に咲き乱れ、夕日に照らされて静かに揺れていました。これまで見た花畑の中でも特別綺麗で、姫はその光景に見とれました。いい香りだね、姫。うん、とっても。こんなに素敵なお花畑見たことないわ。本当に僕も見てみたかったな。姫は少しの間目を閉じ、胸いっぱい花の香りを楽しみました。そして王子にもこの景色を見せてあげたいと思いました。じゃあ、あの人たちのためにたくさんお花を摘んでいこっか。二人は両手いっぱいに花を摘み、モグラたちの巣に戻るのでした。二人は両手いっぱいに花を抱えて、モグラの巣に戻ってきました。モグラたちはたくさんの花に大喜びです。今か今かと待ちわびたモグラたちは、飛び跳ねたり、駆け回ったりして、二人を迎えました。今順番に配るからね。姫はモグラたち一匹一匹に花を配ります。ですがあまりのいい匂いに我慢できなくなった一匹のモグラがパクリ、姫の持っていた花にかぶりつきました。驚く姫をよそに、モグラはうっとりしながら美味しそうにもごもごと口を動かします。おいしい花、おいしい。花を受け取ったモグラたちは香りを楽しんだり食べたり、大好きな花を思い思いに楽しんでいる様子。うれしそうなピスピスという花歌があちこちから聞こえてきます。王子はモグラの一匹とお話をしている様子。足りなくなったら頑張って取りに行ってね、と花畑のある場所を教えているようです。ありがとう、ありがとう。お礼したい。ゆっくりしていって。そう言って洞窟で取れる不思議な食べ物を運んできます。姫と王子は喜んでモグラの言葉に甘えることにしました。その夜、二人は花畑にもう一度来ていました。初めに来た時に集めた花は全部モグラにあげてしまったので、王子にもとびきりの花をプレゼントするために姫が連れてきたのです。夜はもう深く、時
時折雲間から差し込む月明かりと王子の持つランタン以外に明かりはありません。その光に照らされ花畑は静かに幻想的に輝きます。姫はこの花畑で一番だと思った一輪の花を王子に手渡します。そしてそのまま王子の手を握りました。王子もはにかみながら姫の手を軽く握り返します。王子の手から伝わる心地よい体温を感じながら姫は化け物のこととか嘘のこととか不安なことをすべて忘れてこのままずっとこうしていたいと思いました。そう、姫はこの時していたのです。不意に雲間から月明かりが差し込み二人を照らしました。月明かりが差し込んだのはほんのわずかな時間、王子の手を握る姫の手が狼の手に戻ってしまったのもほんの一瞬。それでも王子に刻みつけられた恐怖の記憶を呼び起こすには十分な時間でした。王子の手を一瞬包んだぞわりとした感触、それは確かに王子の目を引き裂いた化け物が王子の腕に残したあのおぞましい感触と同じものでした。王子は恐怖に叫び出しそうになるのをこらえます。でもどうして、どうして姫の手があの化け物と同じ手に変わったの。王子は信じがたい気持ちでいっぱいですが、確かに自分の手を握る姫の柔らかい手が化け物の手に変わったのです。もしかして姫は化け物なの。王子は姫の手を振りほどき姫から距離を取ろうとします。王子、これは違うの。姫は懸命に言葉で取り繕ろうとします。でもその言葉は王子には届きません。姫、来ないで。王子はなおも後ずさります。目の見えない王子はその背後に崖があることなど知る由もありませんでした。王子、危ない。崖を踏み外した王子に姫は飛びつき、なんとか王子の腕をつかみます。王子の手からランタンが滑り落ち、崖下へ落ちていきます。王子、反対の手も伸ばして。落ちちゃうよ。ですが王子はうつむいたまま、動く様子はありません。姫、嘘ついてたの。何を言ってるの、王子。それよりも待ってて、今引っ張るから。でもか弱い姫の力では王子を引っ張り上げることなどできません。姫は本当は化け物なの。違うわ、きっと気のせいよ。お花が触れたのを誤解しちゃったんじゃないかな。狼に戻れば王子を引っ張り上げることは簡単です。そう分かっていてもどうしても王子に本当の姿を知られたくない姫は嘘を重ねることしかできませんでした。王子、お願い、手を伸ばして。姫は必死に王子のもう片方の腕をつかもうとします。王子は何も言わずうつむいたままです。間の悪いことにその時月を隠していた雲が晴れ上がります。月明かりが
崖の上の二人を照らし出します。全身をたっぷりと月光に包まれた姫の変身はすっかり溶けてしまい、言い訳のしようもないほど完全に狼の化け物に戻ってしまいました。あ、これは違うの。二度も自分の手をつかむ姫の手が化け物に変わりました。王子の疑いは確信に変わります。なんで嘘ついてたの。もはや狼には言い訳の言葉も嘘も思いつきません。月、え、嘘つき。手を離せ、この化け物。それは狼にとって王子から一番聞きたくなかった言葉です。その言葉は狼の心を強く殴りつけます。息が苦しくなり、視界が涙で歪みます。こんなに心が痛くなったことはこれまでありませんでした。しっかり王子の腕を握っていたはずの手は緩み、化け物の手を振りほどこうと暴れる王子は狼の手から離れてしまいます。そして崖下へ落ちていく王子を狼はただ見つめることしかできませんでした。狼は王子が消えていった真っ暗な森を見下ろし立ち尽くします。何も考えることができず、ただ呆然としていました。どれくらいの時間が経ったでしょうか。やがて真っ暗な森の一部にパチパチと赤い光が灯りました。それはみるみる広がり、森は赤く染まっていきます。崖から落ちていったランタンの火が森に燃え移ってしまったのです。木々が焼ける音で狼ははっと我に返りました。王子が危ない、助けに行かないと。炎は次々と周囲の木々を巻き込み勢いを増します。狼はじりじりと体を焼く熱を前に、炎を怖がる本能で足がすくみました。怖い怖い。体は震え、涙が溢れました。それでも王子がいなくなってしまう方がもっともっと怖い。王子、狼は炎の恐怖と戦いながら燃え盛る森へと飛び込んでいきました。はい、ということでね、なんと姫様の嘘がバレてしまいました。なかなか衝撃の回でしたね。どうなっていくんでしょうかね。王子様の信頼を失った狼は、まあ、とりあえずね、王子様の教室に向かうわけですが、仲直りできるんかな。してほしいよね。嘘つき呼ばれ。王子様もさ、今までこんだけ尽くしてくれてんから、ちょっとぐらいなんかこう、そんなね、言葉のなんかこう、ひどい言い方せんでもいいんちゃうかなとか思ったりするんだけどな。はい。ということでね、本パートはこの辺で終了とさせていただきます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。バイバーイ。またねー。